こんにちは、初夏の根本美希です。9月21日から25日まで東京北千住晴れてまりカフェ晴れてまり工房さんで個展を行います。9月3日から6日まで私の地元である福島県白河市で個展を開催したんですが、同じ内容の同じ作品を飾る個展になります。で、福島では私の予想をはるかに上回る200人を超える方々に作品をご覧いただくことができました。お越しいただいた方々本当にありがとうございます。で、東京でも書の旅福島、その全59市町村の旅を終えて、まあ、自分の目で見たこと感じたことを作品にしたものを展示しているんですけど、まあ、全く同じ作品ではあるんですが、福島個展でいただいたご意見を参考にしてちょっとバージョンアップして展示を行いたいと思います。いただいたご意見で何件かあったのが、その行った土地土地のどこで何を思ったかっていうのがもう少し詳しく分かった方が作品が分かりやすいっていうことだったので、写真と、まあ、ちょっとした私の説明書きを作品に添えたいと思っています。なのでちょっと本を読むような感じの個展にしようと思っています。はい、なので福島個展来ていただいた方も全然遠慮なく東京も遊びに来てください。はい、で、福島と同様にライブパフォーマンスも行います。福島で書いた文字は旅の一文字だったんですが、もちろんこちらも各自を変えて行いたいと思います。で、何を書くかというと、旅で一番私が学んだことを漢字一文字で書かせていただく予定です。で、東京でもやはりコロナウイルス感染対策予防のために限定20名で行わせていただきたいんですが、こちら事前に予約を受け付けたいと思います。で、ご予約は YouTube は概要欄に問い合わせフォームを設けていますので、そちらからご確認とご予約をお願いいたします。で、 SNS ではDM ダイレクトメールもしくは私のホームページのリンクも貼り付けていますので、そちらからご予約をお願いします。まだまだ全然空いているので、ぜひ参加してください。なかなかその何かのイベントでない限りその場で書くっていう機会がないので、ぜひ興味がある方は見に来てください。で、個展会場は入場無料です。ただ晴れてまりカフェさんでワンドリンクオーダーのご協力をお願いいたします。で、私は毎日在廊しています。で、写真SNS への投稿は全然 OK なので、ぜひバンバン投稿してください。白川会場でも写真いいですかって何回か聞かれたんですけど、全然撮っていただいて大丈夫なので、はい、お願いします。で、またお車でお越しの方は公共駐車場のご利用をお願いいたします。で、この後晴れてまりカフェ晴れてまり工房さん最寄り駅の北千住駅からルート案内動画を流しますので、道に迷わないようにお越しいただければと思います。で、最後に一つ、晴れてまりカフェさんと晴れてまり工房さんで開催するんですが、作品はすべて晴れてまり工房さんで展示しています。で、入り口は晴れてまりカフェさんになるんですが、カフェでワンドリンクオーダーをしていただいて、カフェをね、通り過ぎて後ろに工房がある会場になっています。なのでお間違いのないようにお願いいたします。はい、ということで、また次回の動画もしくは個展会場でお会いしましょう。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。